今回は芸能人の証明写真について紹介したいと思います。それではどうぞ。Kis-My-Ft2 玉森裕太。これは激レア。かわいい。普通の男の子。玉森くんの初めて見た、セキュリティ厳重でわろた。前髪は大事だね。これキスマイ超ブサイクって、罰ゲームで公開したんだよ。神回だったなぁ。長瀬智也。長瀬智也のひらがながじわる。なんか楽しそう。イケオジだねー。少年感を出した顔かなぁ。はい、撮りますよー。でこの笑顔。シャッター押されるの待ってたかと思うと可愛すぎる。お父さんレーサーだったって聞いたことあるけど、本当なんだろうか。本当にレーサーだったよ。マジか、お父さんに似てるね。仮面ライダーに変身しそうなパパやな。お父さんの血を受け継ぐ感じの生き方なんだろうね。美形も父親譲りみたいだし。藤のぞみ。割と真顔なのに可愛い。ツインテールと真顔の楽さよ。平成20年交付って、結婚してから免許取ったのか。19年に一人目を出産してるから、子供のために免許取得したんだろうな。この頃の写真だよね。ほとんど差がない。こんな可愛かったのに、なんでいろいろいじったんだろう。しかもツインお団を。次の免許更新はぜひ、この状態で撮ってアップしてほしい。スーパーエイト元関ジャニエイト横山優。実物よりよく写ってる。証明写真でこのクオリティ羨ましい。きっと私たちが思ってるよりイケメンなんだよ。あの一瞬でこの顔できるのがすごい。今まで何千枚と写真撮られてきたんだろうね。アイドルはカメラアングル、抜きとかあるから上手いのかもね。うわぁこの横山ならファンになってたわ。横山くんに関しては、免許証なくしすぎて再発行7回くらいしてるとか、そっちの撮られ慣れかよ。もちろん元が良いのは間違いないけど、スーパーエイト元関ジャニエイト丸山雄平。名前言われなきゃ誰かわかんないよ。丸ちゃん緊張しすぎたか。横山くんと同じ真顔なのに何が違うんだろう。横山は決め顔、丸は仏頂面。撮られ慣れてても人相悪い場合もあるんだね。私は結構好き。笑顔とのギャップがたまらん。グレイのテル、変わってる。時の流れを感じてる。これは30年以上も前の写真。初めて手にした運転免許証をお母様が保管してくれてたそうです。名前のテルヒコにも時代を感じる。この年代にヒコつく人多かった気がする。テルヒコ、なんだかんだで愛されてるなぁ。本名初めて知った。本籍地ほぼ晒してるやん。田舎の住所は広いけども、もう住所も本籍地も今はないらしいよ。口半開きで草。でも写真だけ見てもちゃんとテルであることはわかるね。イケてる。ちょっと尖ってる。でもあどけなさが残ってる。山崎重則。髪型どうした。寝具の位置がわかる寝癖。寝坊したのかな。佐々木希。美人すぎる。可愛い人は何をしても可愛いんだわ。髪型もメイクも至って普通なのに完璧。あの瞬間にこの表情できるのすごいね。口角上げることすらできないよ。口だけ笑顔になっててちょっと怖い。こんな口を閉じて綺麗な形に笑えないよ。歯並びは佐々木希と同じくらい綺麗なんだけどな。証明写真ってにっこりしちゃダメじゃない？私もそう思った。でも調べたら満面の笑みはダメだけど、にっこりはいいみたいだよ。高橋真麻も笑ってるよ。そのまんま。私は免許証の写真の時に口角上げたら顔作んなくていいからって言われて、逆に口角下がりまくりの真顔になった時に撮られたわ。顔もとにかく髪型とかもちゃんとしてるし、何より顔の決め方が慣れてるって感じ。撮影され慣れてる感がすごいね。石原さとみ。かわいい。荒くにこちゃん。誰ですか？石原さとみの本名、石上くにこ。いつからこんなクラスのいじめっ子の面構えになったのかしら。七尾っぽい。肩幅がすごく広く見えるね。それくらい小顔なんだろうな。この写真も結構昔のだけど、免許証が笑顔 OK になったのって最近じゃなかったっけ？よくこの写真で通ったね。これ笑顔じゃなくない？決め顔的な感じ。元がいいのはもちろんのこと、写真撮られ慣れている。自分の決め顔を知っている。ただ、顔に目が行きがちだけど首が短く見えるのが残念。私は写真より、クリスマスイブが誕生日ってところが目に入った。岡田純一。若い頃の岡田くんって本当かっこいい。運転免許証の写真だとしても決して目力を怠らない。ブロマイドみたいね。免許証の写真ってアホ面が一般的なのに、一発でベストショットってすごくない？この手の顔はブスに映りようがないよね。今の綺麗なゴリラっぽい岡田くんもいいけど、この頃の垢抜け美人突入期は大好きだった。証明写真も味方につけるとは、恐ろしい子や。井ノ原快彦。10代の頃の命。嘘でしょ？リーゼントがやばい。
ごめん、昭和でもダサいレベル。今の柴犬感全くなしのオラオラ不良系だったんだよ。空手黒帯だったりするから路上で喧嘩したり。でもね、生きてても目はやっぱり命なんだよね。V6 時代もなかなかやんちゃだったみたいだけど、今は副社長だっけ。やるじゃん、命。松重豊。テレビのまんますぎてウケる。渋い、かっこいい。これドラマの小道具じゃなくて？本物なら変わらなすぎて笑う、好きだわ。写真は松重さんのブログに載ってたやつです。このまんまの顔で虚無像出てたやないか。ほんと、そのまんまで吹いた。眼光ギラギラしている人って怖いけど、光を全く発していない人はもっと怖いという典型的な例。お願いです、なんか喋ってください。ってなるわ。中川翔子、顔小さいなぁ。写真写り良いね。ショコタンの免許に関しては写真よりも名前に注目。しようこ、小さいよじゃないんだね。平塚雷鳥的な？これ、母親が届けに行ったら翔子という字が人名漢字に認められていなくて、怒ってひらがなで殴り書きしたらよが大きくなって、そのままで届けられてしまったんだよ。役所の人もちょっと意地悪だなと思った。どう考えたって翔子だってわかるのに、もしかしたら役所の人と相当揉めたのかもね。だったらなおさら、担当した職員の悪意を感じる。ムカついてしようこで出してやれ、とか。ショコタンは今回の写真より、免許取得した時の写真の方が好き。すごく可愛い。卒アルも美少女だったから、やっぱり一般人とは違うと思う。昭和生まれなのも親近感ある。30過ぎてから免許取得したんだね。そして愛車は真っ赤なメルセデスベンツ。ゴールデンボンバーキャン豊か。お侍、江戸時代から蘇ってきたんか。表情も笑える。でも目は演じなくてもいい。ちょっと滑ってる。免許センターで怒られなかったか心配。前髪が目にかかるだけでアウトなのに、いつもと全然雰囲気違うであろう。これは OK なのか。一応目と耳が出てれば OK らしいね。これ、自分は俳優で撮影帰りって言ったら通ったんだよね。まあ、舞台やドラマに一応出てるけど。気流印象。キャンが出たから気流印貼ってみた。え、こんな容姿を偽装していいものなの？いや素顔にしか見えないよ。どの辺が偽装？これ地毛？カツラ？カツラだったとしても、もし常用してる人ならデリケートな問題だし。パーティー用の7色アフロとかじゃない限りカツラは OK なのかな。日焼けに見えるドーランと、寝癖に見える程度のウィッグなら許される感じかな。この写真、名前見るまで優香の旦那かと思ってたわ。似てる。私はローラが男装してるのかと思った。男装女装どころか仮装してても使えるって、ゴールデンボンバーが実証してる。誰のガレアケミ。本人確認のためにこれ出したら、イラストみたい、と怪しまれたそうです。頬がげっそりそげてるね。厚化粧するからだろ。全然イラストっぽくないよ。アダムスファミリーみたいになっとる。誰のガレって好みはあれど黙ってれば華やかな美人なのに。キャラはもちろん、承認欲求が異常に強すぎて全部台無し。前に話題になった照明写真の写りもバッチリだったよ。プリクラみたい。ヘアカット練習用の人形みたい。最後になぜか農家のカカシにされるやつ。軽くマット化してる。顔に対して髪の量が多く見えてバランスが悪いのは、機械の限界かな？最近はどの機械も美白モードを搭載してるけど、顔だけを重視しすぎだわ。肌加工しすぎなんじゃない？ごめんなさい、綺麗とかいう以前に性格きつそうな顔だなっていう印象です。ツイッターでパスポート用写真を載せる誰のガレさん。マネキンみたいで怖い。やっぱりアダムスファミリーにしか見えん。顔が綺麗なのは知ってる。可愛いと言われたいから SNS に載せるんだろうな。カラコンしてるか加工で黒目で隠してるし、顎短くしてるし輪郭変えてるし。なんでこんな加工しまくるんだろ。パスポート写真を撮った iPhone の写真を加工したか？マット。免許証の写真は厳しい制限が設けられているため、いつものマット化はできず、無加工の状態。いやマット化されてるし。鈴木その子さん、下手くそな絵みたいになってるよ。だって整形ですし、何言ってんだか。これ、出来上がった免許証を加工してるんだよね。本来の顔とは違うんでは？って思った。うっすら、法令線あるのかな？持参パターンじゃない？でも受け入れてもらえるんだね。持ち込みじゃなくて、その場で撮影で何回か撮り直ししてもらったらしいよ。免許証の写真の方が加工ありより良いと思う。でも本人の好みの問題だもんね。いやいやこれ加工やろ。昔テレビで見たけどフェイスライン太かったよ。輪郭とか頬骨とか、もう親父そのもの。顔はどうでもいいけど金持ち羨ましいわ。運転士付きとはねえ。この人のパスポート写真はどうなってるんだろう。外国入国の時とか揉めそう。ザイエローモンキー吉井和也、完全にヤバい人。ジャージ姿、純粋に写りだけならむしろ漏れてるね。うん、かっこいい。やっぱり免許証写真でも超美形なのがわかる。
一般人の免許証でこんな人いないよ。免許証公開、M ステで一時期流行ってたよね。そうそう、確か安室ちゃんの後に見せてた。タモリさんに外国の犯罪者って言われたんだっけ？私は若い頃の稲川淳二さんかと思った。外国人もそうだけど、彫り深い人は悪人っぽく映るよね。せめてヒゲ剃ってから取れば、もうちょっと悪人感減ったでしょうに。安室奈美恵。これ安室ちゃん。めっちゃくちゃ普通ってか、すって感じ。何回見ても笑えるわ、犬みたい。鼻違くない？これ好感持ったな。芸能人って持ち込み多いのに、ちゃんとそこで撮ったんだね。やっぱ一流のメイクとか演出とか加工って大事なんだなぁ。あと時代も。M ステでこれを出してくれる安室ちゃんって、素敵だなって思ったよ。ブスに映ってるね。でも安室世代でテレビで見てた安室ちゃんはこれだわ。めちゃくちゃ可愛いじゃん。当時の証明写真撮影機は、指名手配反射新製造機なのに、それでも可愛いのすごい。肌も綺麗だしお目目もパッチリ。やはりスターは違うわ。鈴木紗理奈。すっぴん無加工をインスタに投稿。有名人のすっぴん綺麗、街がだるくて苦手。そこら辺にたくさんいる顔だね。橋本まなみさんぽい。すれ違ってもさりなってわからないわ。すっぴん。何もしなくても眉とまつげがこの状態なの羨ましい。よく見たらメンテしてるじゃん。おでこと顎にヒアル入れてるよ。眉毛がノリみたいなタプーだね。昔すっぴん NG キャラだったよね。めちゃイケとかでいじられてたし、めっちゃ煽られてた。アルフィーの高見沢さんに似てるとか言われてた。整形でその頃とはまた顔が違ってるけどね。運転免許の写真にしてはまろやかに写ってるんじゃない？この人ゴールドじゃないんだね。私も写真よりそっちが気になった。何回反してるね。免許証の写真なんて晒さなくていいのに。フワちゃん、テレビ出てる時と1ミリも違わない。服装これでいいんか。エアロビの帰りに撮りました感。結構な人数が並んで撮る中、一人こんな顔で撮ってたら笑うわ。これ撮る方もまあまあふざけてんだろ。お猿のジョージやん。柴田理恵の親戚と言われたら信じる。これ平常時の表情なの？ふざけてるように見えるけど、歯が見えてないから OK なのかな？ネタに全振りした陽キャかな。マスワカツバサ。免許更新写真をインスタにアップ。左が後で右が前かな。口角が怖い。口どうしたの？別人だね。びっくり。すっごい整形顔。やっぱ芸能人だね。写りがいいや。金髪が更新した免許だよね。年取ってない。そこはますます若くなってますって。いろいろ他人からの手を加えてらっしゃるから若くもなりますね。若くはなってないだろ。若く見せてるの間違い。これ見せるためにすっごい気合い入れてるね。カラコンはいいのか。それより昭和生まれだったことに驚いた。でもなんで同時に2枚あるんだろ。警察署で更新すれば前の免許返してくれるけど、古い方は穴開けて渡されるよね。鈴木奈奈。はいはい、可愛いですよ。みなこやん。昭和。パジャマ着て撮ってるみたい。眉毛見えないのにいいんだ。せっかくセットしたのにあげられて泣いてる人見たことあるけど。なんでわざわざすっぴんで免許更新？話題作り？率直に可愛いけど、幼く見えるね。いつもはどれだけ厚化粧かよくわかった。黒コンはしてるよね。基準緩和後はカラコン OK になったんだっけ？カラコンだけしてるのが、かえってあざといよ。悪いけど、免許取れたんだ、と驚き。本人曰く、仮免は4回目で受かりました。本試験は2回目。結構かかったよ。元 HKT48 小玉遥。安定の綺麗さ。小顔で首長な骨格が芸能人。ナチュラルメイクには見えません。自分の顔に自信があるんだろうね。今の顔気に入ってるんだと思う。小玉遥、デビュー当時で検索してごらん。誰？私が知ってる彼女の顔は右の方だ。いつの間にこうなったの？この子、もはや原型ないよね。この人、X で証明写真の撮り方の質問に対してアドバイスしてたよね。コツは、カメラの画質が基本悪めなので少しメイクを濃いめにすることです。目の開け方が重要。大きく見せようと見開くと実は小さく見えます。3秒目を閉じてすっとレンズの50メートル先を見るくらいの気持ちで目を開く、とか言ってたわ。真似しよ。元 NMB48 山本さやか。こんなに可愛く写ってる人初めて見た。猫顔だよね。全然変わらないのすごい。ロングよりもこの写真みたいなショートボブが似合うと思う。ただ角度によっては、頬骨の存在消す天才。頬骨目立たない写真だと可愛いんだよね。可愛い角度とそうでない角度の差が激しすぎる人だよね。少し顎とか頬骨とか出てて、顎ねえっていじられることもあるけど可愛いじゃん。さやねえはアイドル卒業してから免許取ったんだよね。ちゃんと常識も問うって感じで私は好感だけどな。凛太郎。フランケン。超真面目な青年って感じ。口が半開きなところ、変わってない。
顔はやっぱでかいね。そうかな？面長だと思うけど、若いし、シッとしてる。今は暑苦しいくらい顔面が主張してるけど、石橋貴明の息子？って思うくらい顔の系統そっくり。確かに若い頃に似てる。顔長くて重心が上なのが似てる。でも石橋のがかっこいいな。アマチュア無線って、超真面目とかオタクがやってるイメージ。趣味があっていいと思うけど、ポンポンポンって言ってる凛太郎のイメージではないな。元宝塚歌劇雪組トップ娘役、咲姫優。え、美人普通に。首が長くて羨ましい。やっぱ元娘役はデコ広くなるんだな。宝塚合格する前からひっつめ髪でお団子必須だからね。まあそれでもおでこの形綺麗だから羨ましいけど。品があるわ。やっぱり宝塚出身の人ってちょっと雰囲気が違うよね。なんかわかる。免許の写真撮られる時って準備時間ほとんどないし、一発撮りなのにこの完成度はすごい。どうやったらこんな美人に映るんだよ。元が美人だからどうもこうもないのさ。サバンナ高橋茂雄。この写真と5年付き合っていくの辛いとのこと。いつもの高橋さんですが。なんか寝る前にふふっと笑えた。ありがとう、オーラがない。めっちゃ体調悪そう。香水の人みたい。免許証の写りが悪いって文句言ってる人の大半が、いつも通りだよ。ってことがよくわかる写真だね。一瞬、ストール巻いてるベリーショートのおばちゃんに見えた。座りのいい顔してるね。顔よりも、赤いパーカーの方が残念。受け狙いでわざと変顔したり変な格好して撮る男より、こういう絶妙にダサい感じが笑えるけどな。キングヌー井口悟る。どちらももっさり。どっちがビフォー？メガネ井口が現在。裸眼井口が昔。別人になってる。何があったんだ？左で指名手配されてて右で出歩かれたら気づかない。左、綺麗な牧原のりゆきって雰囲気なんだけど。アライグマとレッサーパンダに似てて可愛い。私は髪型とメガネとヒゲがついただけに見える。こんなタイプの人は結構いるけど、彼はなんだか色気を感じる。わかる。東京ランデブーの井口さんは影のあるサブカル系イケメンだと思う。5年経つと変わるよね。それより平成5年生まれってことに驚いた。私も、めっちゃおっさんで遅咲きなんだなって思ってたけど、この時はまだ20代後半なんだね。元 AKB48 鈴木優香。すっぴんぽく見えるのに可愛い。プリクラかよ。いいなぁ、こんなんだったら無駄に免許証出したくなる。背景薄いから持ち込みかもしれないね。2000年生まれも免許取れる時代なのか、年取ったわ、わい。平成2桁生まれ。で、この人はなんでこんなものを晒しているの？一発で撮れたのが嬉しかったらしくて、X にあげてたよ。可愛いって言われたいからでしょ。伊藤秀明。そのまんま。かっこいいけどなぜかじわる。東南アジアの日本人男性って感じ。でもなんで眉毛に力入れて撮るの？かっこよく見える気がするから。眉毛の角度で目力強いし、髭の角度で口角上がってるように見える。髭の端がピヨンとしてるのは、これでいいの？謎のチャイニーズキャラになってるような。鼻の下長いから髭でごまかしてるんじゃない？女性の化粧は詐欺だとか言うけど、男性も髭でだいぶごまかせるよね。芸能人は年取ると生やす人増える。前澤友作も一歩間違えたら伊藤秀明だった。それだ。誰かに似てると思ったら、鼻から下が前澤さん。キャリーパミュパミュ。ファンからは証明写真でプリクラ級の可愛さとのこと。この写真で何を証明するの？何目的でこの証明写真撮ったんだ？犬だけの証明写真でもよかったんやでー。この目は加工なしでできる大きさなの？もともとが整形によって作られた顔だからな。目でかくなる証明写真のとこあるよね、最近は。この機種だと思う。これ、肌はめっちゃ加工してくれるけど、さすがに輪郭とかは修正できない。証明写真で証明できない嘘はいけないよ。インスタライブだとこの顔が出てくるよ。加工の写真に慣れてたから、は？ってなった。目尻のメイクがすごいとかじゃ証明できない不自然さだね。輪郭も。このままずっと突っ走って、カラフルおばあちゃんになってほしい。幾原隼人、イケメンさがレベチです。とインスタでファンからコメントが上がっている。黒目がちな人って写真安定してるよね。おお、いいじゃん。一気にも植毛したのかな。仕上がりバッチリやん。さすが芸能人。芸能人はスタジオでカメラマンにパスポートや免許証用の写真を撮ってもらうことあるみたいよ。いい男とは思うけど、ちょっとヤクザみたいな顔つきだな。一般人だったらとび職やってて、20代前半ですでに子供に3人くらいいそう。いや、丸刈りの証明写真でこの写り方はすごいわ。一般人なら二度と見たくない仕上がりになるよ。マイケル・スコフィールドを醤油で煮込んだら一位になりそう。一位は子供の頃から出来上がってるもんね。あら可愛い。なんであんな目がちっちゃくなっちゃったんだほ。ハーフみたい。南アキナ。ギャルなアッキーナ。ギャルってよりヤンキー。
そういえばこんなんだったよね。私は今もまだこの人はこのイメージだから、最近見るとなんで猫かぶってるの？ってなる。ちいちゃんのサンダルとか履いてそうなギャルだね。アッキーナ、これはこれで似合ってるよね。けばいいよ。今の方がすごく良い。うまいことイメチェンしたね。夫浜口も NHK で活躍したり、のほほんとしたキャラが良い。ギャルでケバケバしいけど、この人は昔から表情が柔らかかったんだね。憧れてたよね、ギャルに。藤田ニコル。別人。これで本人確認できるの？なんでここまで漏れるのか不思議。公開するのを念頭に置いて撮ったから漏れてるんです。すごくアホ毛が目立つけど、本人は気にならないのかな？あと、証明写真で口すぼめて撮っちゃダメでしょ。ほうれい線隠そうとして口元が不自然になってない？みんな顔のこと言ってるけど、撫でがたすぎない？これでモデル？この人に免許証見せてって言って、その写真だったらってびっくりするかも。こっちの方が若々しくて可愛いと思う。証明写真の方は全体的に暗くてもったいない。運転免許証はこんな感じ。テレビで見るニコルンと同じだ。さすがモデルだね。自分が綺麗に写る表情をわかってる感じ。口の形はさっきの写真と全く同じ。証明写真ではこの口って決めてるのかな。鶴野たけし。免許証の写真にしては高画質だね。しかもなかなかいい表情。免許証 OK のギリギリの笑顔やん。そしてサスペンダーが写ってる免許証写真はレア。鶴野さんって名字の感じがすごく珍しい。普通の鶴だと思ったら難しそうな鶴。初めて名字の漢字知りました。書くのめんどくさいから芸名はひらがなにしたらしいよ。鶴にの漢字、私は一生かかっても書けない自信ある。クッキー、表情たまらん。さすがに免許証は真面目に取りますね。指名手配犯の顔で草。めちゃくちゃ悪そうなのに、意外とゴールド免許なのもすごい。むしろ、いつもよりまともに見えるよ。クッキーの本名初めて知った。国広だから、クーちゃんって芸名でやってたんだよ。いきなりクッキーになったけど。大型ってバイク？大型二輪、バイクだね。もともと中面しか持ってなくて千原ジュニアとかにバカにされてたから取ったのかな。何が驚きって意外と若いことに驚き。そう？私はクッキーもっと若いと思ってたよ。すごくたまにだけど可愛く見える時あるもん。有吉博之。有吉、可愛いじゃん。そのまんま。全然市販に見えないんだけど。宮迫いい加減なツッコミするなよ。市販はお前やん。有吉の証明写真とかって可愛いよね。これもそのまんま。有吉すぎる。運転免許証の写真、ちょっとポルノグラフィティ岡野っぽくない？確かに似てる。二人とも広島出身。年齢も一緒だしね。ひろみ。池尾氏。これ番号写ってるけど大丈夫なの？数字の最後3って書いてるけど、免許失効した回数じゃなかった？ひろみは族上がりだから、失効してても不思議ではないね。紛失した回数だよ。マックスで9になるけど10回目の紛失で0に戻る。だけど、10回目の紛失で別室に呼ばれるって聞いた。上原さくら。最初に撮影した写真が超ひどくて見るたびにげんなりするから、撮影し直したらしい。そんなことない町。本当にヤバかったら乗せられない。最初の坂口アンリに見える。輪郭整形してるよね。目から下が長すぎる。言うほどひどくないと思うけど。本人曰く、今回も変だし嫌だけど、前回よりはマシになりましたとのこと。全然変じゃない。40半ばにしては若く見えるし、いいんじゃない？一番不細工に見える順番。免許証写真、加工なしの普通の写真、鏡に映った自分、かな？普段は表情もつくけど、免許証写真は正面から真顔だからね。松丸亮吾。幼くて可愛いね。小学生に見える。面影ありありというかそのまんま。ストパーがうまくいかなかった感じ。女子にモテそう。麻布は男子校だよ。めっちゃ頭いいとこ。男子中高一貫校の御三家なんだけど、自由な校風で私服通学や茶髪も OK なんだって。それより個人情報が。ここに載ってる情報は全部知ってるけど、松丸くんに個人情報保護法がなくなっちゃう。心配、杉山真也な。免許証の写真が変わらなすぎて笑った。変わってるやん。さすがに違うよ。目も落ちくぼんでるし年齢なりの性感差も出てるし。いい意味で変わってると思う。顎が丸み帯びてる。童顔で変化が少ないけど、ちょっとずつ老けてるよ。肌の張りツヤは10年前とは全く違うし、ほうれい線の始まりが出てきてるし。当たり前だけど、伊藤健太郎。普通に伊藤健太郎だね。可もなく不可もなく。こんな形で運転免許証が公開されるとは、ひき逃げしたとはいえ、免許証を SNS に上げるのは最低すぎる。自業自得だよ。マネージャーに運転するなって言われてたのに聞かなかったみたいだし。きっと、運転相当下手だったんだね。
ようやく俳優活動再開できたことだし、同じ過ちを犯さないことを願うよ。金太郎。左が新しい方、右が3年前のもの。3年で顔が成長。わお、1.5 倍になってる。かなり太ったのかな。数年でこんなに変わるもんなんだね。そのうち枠からはみ出しそうな勢いやな。光の加減じゃないの？昔のよりカメラとの距離が近くない？本人はこれで30万する小顔矯正に通うか迷ってたらしい。小顔の隣にいると目立つし辛いよね。金太郎が小顔になったら私も通う。ネタでしょ。顔デカが売りのポイントなのに、お金出して小顔にしても意味ないじゃん。広末涼子。美人は免許でさえ美人。正面見てないじゃん。ボツだね。目のピントずれた失敗写真すら可愛いのずるい。広末の本名は、広末じゃなかった？そう、広末。これは車関連の CM 用の免許証だよ。かの栄光。この自称イケメンにピンときたらご一報ください。マジで指名手配写真にいそう。なんか輪郭が違和感あるよな。あ、この人って猫の日生まれなんだ。私、誕生日一緒だ、なんかやだ。こうやって見ると女顔だね。長髪だから本当にすっぴんの女性みたい。よく行くスーパーのレジのおばちゃんにそっくりだ。水島ヒロ。こんな小さい照明写真からもイケメンが伝わると話題に。ちょっとインド系、メンヘラおじさん。まあ、イケメンかは置いといて写りはいいよね。下のが更新前、上が更新後だよね。昔のがイケメンだったな。はあ、なんで黙って俳優業続けなかったんだろう。本人は引退する気なかったけど、事務所が怒って干したとも話聞くけどさ、この頃にはもう戻れない。スーパーイケメンも今は昔。上の写真、アレクかと思ったよ。何のために免許証を晒すのか、全くもってわからん。有効期限が2日後に迫っていたことに気づいて、慌てて更新しに行ったことを伝えたかった模様。芸能人は自宅に免許更新のハガキ届かないの？気づかなくて慌てていくほど忙しくないでしょう。橋本まなみ。証明写真の方が可愛いやん。別人じゃん。実物のが綺麗だと思うけど。でも目の上のくぼみって年取って見えるよね。左の方が若く見える。ライティングでしょ。正面からか右上からかで全然違う。上からだと頬のラインも出るからね。これ、自分でもちょっと怖いって言ってたやつだ。何でも不意打ちで撮られたとか、本人曰く、かなり不本意な出来だとか。そんなに嫌なら街のカメラやか写真館で撮ってもらえばいいのに。よがみもが、整形したと言われても仕方ない気がする、とツイッターを投稿。認めないスタイル。ああ、あえて自分から触れてくる指原パターンですね。目は全員一体合ってるやん。目は合い口しただけでこれくらい変わるよね。特に人への人は。埋没法は整形に入らないって言いたいの？結構別人だね。ここまでがっつり人へなら今みたいにはならないよね。小さい時可愛かったんだね。2個目とか友達によくいる感じ。こんなに変われるんだね。目だけ違うからお化粧なんじゃない？プラスマイナスの岩橋。そのままやないかい。って突っ込んでしまった。せめて髪の羽は直そう。寝起きかよ。私今年の2月から一歩も外出てなくて、来年1月が免許更新なんだけど多分こんな感じになる。いかがでしたか？この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。